その件を、実はあの今から半月ぐらい前にあのデートしたんですよね。まあ久しぶりにデートしたから、まあそういうちょっとこういうことがあったよってお話をします。まあ全部あの嘘とかつかない、見えを張る気もないんで、あの本当の話なんで聞いてください。まあ雑談としてね。で、その子はね、あれどっかね、渋谷かどっかでナンパした子なんですけど、あの、ぬいぐるみ、ゲーセンであのぬいぐるみ取って、それを抱えてさ、あの、 白と赤の袋あるじゃん。あれに入れてたんだよね、ぬいぐるみを。で、歩いてて、声かけたら、すごい反応良くて、なんか、どこ行くのって聞いたら、あの、もう帰るって言うんですよね。それが、まあ、夕方のね、えー、6時とかで、あ、そうなんだ、つって,って先生、どこなの家って言ったら、八王子って言うんですよね。それで、あ、今日じゃあ、あの、何してたのって言ったら、いや、なんか、UFO キャッチャーに渋谷来たんですって言って、まあ、一人なのって言って、あ、一人ですって,言って。 でもすごくないなんか結構でかいのを撮ってたから、うまくないみたいな話で、すごいね、みたいな。で、まあそれってなんか、その子は、ゲーセンから、まあ駅まで向かってるところを俺が声かけた感じで、まあ駅の近くまでちょっと話して、まあ話したのはね、1分ぐらいしか話してないんだよね。で、まあ LINE 交換して、まあバイバイしたんだよね。まあその子は、八王子の子っつってたから、あの、家帰るからっつってあそ、まあそれはそれでいいやと思って、別に無理にさ、今日、 どうちに同行するとか、ま、あ考えずに、まあ、自然とね。で、そしたらすぐま、LINE 公開したら、LINE、ラリーがついたんだよね。で、なんか、何歳なんですかとか、聞かれたりとかして、まあ、まあ何歳だよとか言って <laughs>、やりとりして、なんかすぐ仲良くなれたんだよね。で、それで、ま、その子はね、マスクしてたんだけど、すごい目が綺麗で、まあ、可愛いとか綺麗。 ブルイだから、まあ、声かけたわけですよ。で、その後に、その、あれか、あ、そうそう、音楽の話したんだ。音楽の話でね、なんかポルカなんとかっていうグループとかが好きなんだよね。あと、俺知らないけどね、あと、世界の終わりとか、そういうのが好きなんですよって言って、あ、そうなんだ、つって。で、なんかライブとかよく行く子で、なんか、その、俺が声かけた、その、 週もなんか、セカワのライブとか行ってたんだよね。行って、写真送ってもらったりとかして、なんかセカワお前ら人気あるんだとか、そんな感じでま話しててね。で、その子はなんかね、アニメとかゲームとか、そっちがすごい好きな子なんだよね。で、スプラトゥーンとか今やってるんですよとか、LINE してね <laughs>、そういうの好きなの。で、ONEPIECE がすごい好きで、あの映画今やってるじゃないですか。あれももう、俺と会った時点で3回目見てるんだよね。 で、ああ、映画好きなんだ、つって。じゃあ、今度なんか映画一緒に見に行きたいね、みたいなこと言って。で、で、じゃあ、あの、で、LINE で結構打ち解けたから、なんか、いつ遊べるみたいなこと聞いて。で、あれか、えー、いついつです、遊べますよ、とか、向こう提案してくれたのね、日にちで、オールス日空いてるから、つって。で、でもね、なんか、その日にね、 またワンピースのね、なんか新しい特典が入ることになったから、見に行けば新しい特典がもらえるかっつってなんか潰されたんだよね。すいません、その日やっぱダメになっちゃいました。ワンピースなんか特典がなんか抽選当たって見れるから、まあ、もう一回行かなきゃいけないんですよみたいなこと言われて、え、マ、ま、ジみたいなことまあ別に怒らずにね。で、じゃあ違う日にしようよっつってちょっと連れて、で、その遊ぶ日を決めたんだよね。で、じゃあ何するかっつったら、まあ自分ちはもうおばあちゃんがその死んじゃったから、 まあ、結構家に人いないんだよね。だから、う、ま、ち、あ、来るみたいな話して、あ,あいいですよみたいなこと言うわけですよ。それで、日にし決めて、で、その日はなんかね、夕方のね、5時から、なんか空町でね、なんかあの、アニメのね、個、ま、展、あ、通かなんかそういうイベント行くから、あの昼間に、あの、会いに行きますよみたいなことを言ったんだよね。それで、だから、5時から空町のその個展みたいなやつがあるから、 で、そこに行けるようにしてくださいねって言われて、ああ、それでもいいやと思って、ってことになったの。で、まあ確かにさ、昼間にそのさ、まあね、昼間からそういうことをしてさ、<laughs> あの、まあ、あの、砂増しに行かすっていうのもさ、まあありっちゃありなんだけどさ、なんか俺気が引けるんだよね。だからまあできれば夜のが良かったんだけど、まあ昼間でもいいやと思って、で、でもまあ来てくれるからね、まあ、 ラッキーと思ってそれでその約束したなんか前々日ぐらいにじゃあその日なんかこれこれこういう風になんか家来てなんか場所とか教えるからなんか遊ぼうねみたいなことちょっと詰めていったらいや私その日なんか実はワンピースの特典がまた当たっちゃって見に行けばこういうものがもらえるんですよみたいなこと言って。だからあの 一緒に映画見に行きませんって言って、家、家デートじゃなくて、また、外デートになったんだよね。で、その子とのそれまでのやりとりでね、じゃあ一緒に映画見に行こうかとか、ワンピースもなんか見たいよね、みたいなことを、まあ俺言っちゃったから、その子がね、家デートから、俺と外でワンピース見に行くっていうデートに変えることが、そんなに悪いことじゃないと思ったんだよね。でも俺はそれを、なんか全然実ぐらいに言われたから、いやマジでと思って、<laughs> まあ別にワンピース見たくないわけじゃないけど、 ま,まあ金かかるじゃん。でもまあいいやと思って、じゃあワンピース見に行こうかってなったわけ。で、それでね、あの、それがもう、が前日ぐらいになったわけだよ。そのデートした日のね。それで、じゃあチケットとかじゃあどうするとかどこ行くってもっと詰めるわけじゃん。で、向こうはそういうの慣れてるから、あの、もう映画館は設定してくれて、あの、 ネットで予約できるんだよね。でも買えるんだよね。もうネットで買えちゃうわけ。クレカ使ってね。で、映画館に行ったら、ただそのやり取りするだけなわけ。券をもらうみたいなね。で、俺そういうの全然知らないんだよね。とか、じゃあその子がね、じゃあこの映画館でこのワンピースのこの回、時間も決めてくれて、じゃあ一緒にそのチケットを買いましょうかって。やっぱ隣じゃないとおかしいじゃん。 でその子がこうやって見てくれてこの A, A の1席と A の2席がこうやって,こうやって今空いてますから1 0で買いましょうかみたいなこと言うわけよで俺はさ「いやそういうのなんかやったことないからあの俺の分も買っといてよ」って言ったら「いやそんな金の貸し借りは絶対嫌ですよ」みたいなこと言って「なんだめんどくせえな」と思ってでまあ分かったよっつって自分でそのログインして入って「ああこういうことかじゃあここを買えばいいのか」っつって「じゃあ俺買ったよ」っつってさあの買った。 照明をスクショして見せて、向こうも、あ、じゃあ私も買いましたってやって、そういうやり取りしたんだよね。で、そこもね、ちょっと楽しかったんだよね。まあ、要は、最初は家、家のデートだったのが、そ、そのワンピースになって、で、でもさ、俺もちょっと5年だからね、なんか、やらったらいいんですよ、みたいなことに言うわけ。いやいや、別にいいよ、俺、じゃあワンピース、まあ見たくないわけじゃないから見るよ、つって。それがね、3000円だったんだよ、チケットが。 それでさ、今の映画館ってさ、3000もすんのかって正直思ったの。まあ、値上げとかラッシュで、3000もすんのみたいなのびっくりしたんだけど、まあ、そこ5にでもしょうがないから、まあ3000買ったわけよ、せーのでね。それで、あ、買った買ったってなって、じゃあ、あの、当日さ、あの、まあ、渋谷のとこどこで待ち合わせましょうみたいな感じで。で、渋谷のところこで待ち合わせて、まあ、その、あったのが2回目じゃないですか。でも LINE のやり取りとかほぼ毎日してて、結構ね、 あの、楽しかったんだよね。なんか、肌が合うというか、同じ音楽が好きだったりとかして。それで、おー、久しぶりって言って会って、で、じゃあ、映画館に、まあ、行くってなるじゃん。まあ、その映画始まる30分ぐらい前に待ち合わせだから。で、それで一緒にこうやってさ、歩いたら、こうやって、まあ、当然話すわけじゃん。なんか、あー、久しぶりだねとか、なんか、仕事とか最近どうなのとか、うん、なんか、 とかまあ、そ,うそんな会話するじゃん。そしたら向こうがね、なんかちょっとね、ビクビクしてるんだよね。ビクビクしてて、え、え、なんかこ,こんな感じで、なんか、なんかビクビクしてんの。え、な、なんでだろうと思って、思ったらこんだけ LINE で打ち,打,ち打ち解けたのに。で、まあ正直にさ、言ったんだよね。LINE の時はすごい明るくて楽しいのに、なんか緊張してんのとか、人見知りすんのとか言ったら、ああ、まあ確かにそうなんですよ。つって、なんか、うん、とてもさ、その、 デートに出てきた割にはウキウキワクワクしてるっていうかなんかビクビクして警戒してる感じだったのそれで映画館に向かう時にまあ今仕事何してんのとかどんな仕事してたのとかまあそういう会話もしてでさあでまださあ年齢なんてさ21とか2でしょとか若いよねって言ったらさ29歳なんですって言われたのそれガチだなの29歳がで俺びっくりしたのえ29歳みたいなでそれマジで21にしか見えないのね マスクしてて、結構ね、綺麗なんだよ。綺麗つか、可愛いっつうか。で、うわ、年齢詐欺食らったーと思って、あちゃーって思ったわけ。でもまあ、そんなことをぶーたれてもしょうがないから、え、29なの若い、若く見えるねつって、まあよく言われるんですよ。まあ確かにその子ね、あの、ライブ行ったりとか、なんか東京ガールズコレクション行ったりとか、すごいアクティブなんだよね。で、アニメとか音楽とか、そっちになんか、すごい傾向してる子なんだよね。そういうのが大好きみたいな子で。 で、仕事はなんかね、元パティシエかなんかで、で、そっからなんか、今、なんか事務仕事みたいなことして、プライベートを大切にしたいからっつって、なんか融通の効く仕事をしてるんだって。それで、そのまま映画館に行って、で、映画始まる前にちょっと時間、まあ、あって、ちょっと、まあ、雑談とかして、でね、まあ映画見るじゃん。で、ちょ隣に座って、でさ、その、 映画始まったらさ、なんか、アトラクションみたいにこうやって揺れたりとかして、なんかプシューとかさ、あの、なんか水とかあったかいのとか出たり来るんだよね。だから3000円なんだよ。それを、その時わかんなくて、普通の映画がもう3000円だと思ってて、もっと安いんだよね。で、別にまあ、それはそれでいいと思ったの。まあ、こうやって揺れたりとかそんのもまあ、楽しいし、まあ、まあ、 そっちの方が盛り上がるじゃん、気持ちも。で、もう映画見るじゃん。でさ、まあ、隣だから手繋ごうとか思ったわけ、それ見てる時に。でもなんかね、その、最初の警戒とかあって、まあ、そこまでも手繋げてないから、手繋げなかったのね。あの、映画見てる時は。それでま、映画終わって、で、ワンピースが結構さ、あの、なんか深いんだよね。深くて、ちょっと感動もするし、まあ、 音楽とかもすごくてね新時代はとかああいう歌とかガンガン来てさで映画終わるじゃんでさまあ終わってあの映画館の待合席みたいなところにじゃあちょっとあの休んでそこでね座ってちょっと喋ろっかみたいな感じで座って喋ってまあその時にねなんかいろいろ話してなんかお母さんがねその1年前にガンで亡くなったとかまあそういう話とか聞いたりとか <laughs> まあ まあ、当たり前のような話で、その後に、じゃあ、あのー、その映画館の、その、建物にゲーセンが入ってたの、u フキャッチャーとか。で、その子は UFO キャッチャー好きなので知ってるじゃん。だから、あの、ちょっとここら辺プラプラしようか、つって。で、そこで初めて、あのー、映画終わって、その、座っ、ベンチで座って、喋った後に、じゃあ、あの、ゲーセン行こうか、って時に、手繋げたのね。俺のが繋いじゃったの。そしたら別に握り返してくれて、 それでなんかね、あれ、UFO キャッチャーやっぱその子好きだから、UFO キャッチャーやっぱやりたいっつってやってて、俺そういうの全然詳しくないから、じゃあ好きなのあったらやっていいよみたいなこと言って、で、まあいい景品のあったからその子がやり始めたの、でもなんか500円2回使って全然動かなかったの、それでね、びくともしなくて、これどうやって取るんだみたいな話で,で、要はアームが弱すぎるんだよね。で、それでね、 その子は、あの、そういう場合にね、その、取れ、どう頑張っても取れそうもないっていう場合は、その、ゲーセンの店員にそれを話せば、結構ね、交渉してくれるっていうことを、なんか、融通きかせてくれるってことを知ってて、なんか、店員さんにじゃあ、あの、ちょっとこういうのは相談し,したいんだよね、みたいなこと言って、じゃあ俺が店員さん呼んで、すいません、これ500円2回使って、12回ぐらいやったんだけど、全くビクともしなくて、これどうやって取ればいいんですかっつって、ちょっと店員さん、 あの、お手本見せてくださいよ、みたいなこと言って、あ、わかりました。つって、もう店員さん結構いい対応してくれて、確かにこれじゃ取れませんね、みたいなことを言ってくれて、で、そこでなんか、アームを強くしてくれたのと、その、500円2回を返金してくれたの、それまた <laughs>、これでやってください、やっていいですよ、って言って、それでやって、それでもなんかねあの、まだアームが弱くて、ちゃんと引っかかっても取れないから、また違う店員さん呼んで、いや、これこれ、こういうことしたんだけど、全然取れないじゃないですか、つって、 で、ちょっと員さんやってみてくださいよっつって、員さんやっても無理だから、で、その景品をさ、穴の方までギリギリまで寄せてくれて、さらにアームを強くしてくれたの。それで、結果的に取れたわけよ。取れて、やったーみたいな <laughs> なって、で、あ、よかったじゃんっ,つって、まあその子はそういうなんかアニメとか、そういうニューグルムとか、フィギュアとか好きなわけよ。で、取って、本当よかったよねみたいな、ちょっとわーって盛り上がって、そっからまた、 まあ、ゲーセンは結構楽しめたわけよそれであのまた手繋いででその日はその子が空町に行かなきゃいけないからもう残された時間がその時点でもう40分ぐらいしかなかったわけよその何分に出なきゃ間に合わないっつってだからこのままホ,のホテルにその行くのもちょっとなんかね時間を、ね、気にしなきゃいけないからい俺はホテルも今日はいいやと思ったんですよ。それで あのじゃあご,ご飯食べに行こうかっつって手をつないでそのタイ料理屋に入ったんだよねあのどっかのパルコかどっかのねパイタイ料理屋に入ってそしたらねまあ値上げなしでさ超高いの,あのランチでもね1300円とかするのねでこれ高くてもふざけんなって思ったから高いよねみたいなの言ってそれでなんかしょうがないからそのタイ料理屋で唐揚げだけ頼んで唐揚げ700円ぐらいだったの。 それを二人でシェアして分けて、で、まあ、俺も男だから、あの、それは奢ってあげたのね。それで、あ、じゃあもう、その町に行く時間だっ、つって、あの、改札まで送って、この、バイバイってしたわけ。それですぐ、まあ、LINE でさあ、今日はありがとう、楽しかったよって言ったら、向こうも、私も楽しかったです。なんか、僕のおかげで、あの、UFO キャッチャー、景品取れました、みたいなことを言ってくれて、で、その後になんか、 また遊びたいねとかまたなんかねせっかくだから遊ぼうよとか言ったらなんかこんなやつにでも会ってくれるんですかみたいなことを言ってきたわけそれでさあのえなんでって思うじゃんいや別に楽しいんだからそんなこと言うことないじゃんって思ってなんかすごいあの好感を持ってくれたわけでちなみになんだけど俺こうやってナンパだろうが何だろうが俺デートしてまあデート終わってバイバイしてさ あの俺に対してね女性の方から好意が上がる率っていうのは極めて高くて80%ぐらいはねそうなるわけもう俺も結構気遣うしなんかうまくさ相手に寄り添うし、うん、その引くところは引くし押すところは押すみたいな結構考えて繊細だからねまあ中にはさもう1回デートしてさもうプイって背向けられちゃう人もいるけどその子はまあそういう感じでまた会ってあの。 もらえるんですかみたいなことを言ってでそのあも LINE してそれで、まあ、その後にその子が、まあ「実は29歳なんだけどあの私はそので,でそのねそのさっき言ったゲーセンの前とかの,その会話とかで恋愛の話振ったら恋愛に関してはちょっと秘密です」みたいな、まあ「恋愛話するじゃん今彼、まあ、いい恋愛してんの?」とか「過去どうだったの?」とか。 で、29歳だから、もしかしたらだからね、結婚直前とかで別れちゃったりとか、そういうこともあったのとか言って、いや、それはないんだけど、恋愛に関してはちょっと内緒です、みたいなこと言って。で、その後ね、その子はメールで、あの、実は私、その、恋愛未経験なんですって、カミングアウトしてきたの。え、マジでみたいな。で、全然その、マスク取ったら、まあ、普通よりちょい可愛いぐらいなんだけど、マスクしてる時は本当に目が綺麗で、あの、綺麗で可愛いんだよね、すごい。 だから変なのにしそのマスクしているその彼女を俺がこうやってさ写真とか見せたらあのみんなうらやましく思うぐらいな感じなの、ま、マスク取ったらまあ普通よりちょい可愛いいか、まあ、それでもうらやましいがられるとは思うのうらやましいがられることをよしとしてるわけじゃない表現で、まあ、そう言ってるだけでで未経験ってことをやっぱカミングアウトされてあそうなんだっつってで だからその待ち合わせあった時にさなんかちょっとピクピクしてたんだよねでもその中でさやっぱこのデートに出てきたっていうのはさやっぱ俺のフィーリングとかなんか好きだったんだろうねいいと思ったんだろうねじゃなきゃ出てこないじゃん怖いじゃん未経験なのにさってことがあってで今もまあ仲いいっちゃ仲良くてまあいつでも遊べるって感じなんだけどあんまり会いたい会いたい ととかかううのもどうかなと思ってその仲良くはしてるんだけどその会いたい会いたいとかまた遊ぼうとかまた死にせずに何だろうまあ、ちょっとタイミング見てね、まあ、自分の気持ちもあるじゃんなんか会うやっぱ会いたいなんか今会うんだっていう時にやっぱ会いたいじゃん別に会うの嫌じゃないけどさなんかそのバイオリズムってあるんじゃんまたねお互い接点とか共通点でじゃあ今だって時にまた遊びたいなと思ってるってお話でした 20分もこんな話しちゃいましたね。でもこういうの好きなんだよね、みんなね。なんか俺がさ、誰々となんか同行ううした、女性と同行したとかさ、別に、まあ、大したことじゃないんだけどさ、みんな関心見て持ってさ、ああだのこうだの言 <laughs> うのは好きなんだよね。ゴシップと言いますか。ってことです。どうもありがとうございました。